もうやめてくれ。何をされても俺は何も思い出せない。みぞろぎ信也、今は見る影もないが、あなたは我々にとって恐るべき脅威だった。力による視野、その歪んだ目的のためにあなたは多くの人間の心を利用し、命すら奪った。悪魔の力を得たあなたは終焉の地でウルトラマンに戦いを挑み、そして全てを失った。その記憶さえなら我々は知る必要があるのです。かつてあなたが手に入れた恐るべき力の秘密。やめろ、もうやめてくれ。1時間後にブレインスキャニングを再開する。はっ。俺は何者なんだ。お前は人形。誰だ。思い出せ、お前のやった残酷なゲームを。人形、ただの道具だ。記憶を取り戻したようですね。貴様らが望んだことだ。それはよかった。では早速我々の質問に答えてもらいましょう。ふざけるな。俺はここを出る。邪魔をすれば容赦しない。待ちなさい。すでにあなたのゲームは終わった。今さら逃げたところで意味などないはず。黙れ。俺にはまだやるべきことがある。止め！やめろ！俺と一緒に来い。三沢です。機関室にて逃亡中のターゲットを確認。クロリに追跡します。お前は。走り続けてきたけど、知らぬ間に甘い誘惑。
ゾロギが脱走した。はい、また脱走の際、私の部下が野々宮瑞穂がミゾロギに連れ去られました。確かですか？三沢が現場を目撃追跡しています。管理官、ミゾロギ拘束の事実がなぜ我々に知らされていなかったか今さら問いません。しかし状況は極めて危険かつ緊急を要します。出動許可を。わかりました。ただし全員を出すわけにはいきません。私が行きます。顧問隊員と一緒に。お前 MP だな。そうよ。今まで何人記憶を消した？ちょっと騒ぐな。俺にはやるべきことがある。だから必ず逃げ延びてみせる。副隊長ありがとうございます。もし私が倒れたらあなたが奴を撃ちなさい。49人よ。消すたびに数えているのか。覚えていたいから。記憶を消した人たちのことしっかり覚えておこうって思ったの。罪滅ぼしのつもりか。わからないけど、そうしたいって思ったから。変わったやつだ。どうしたの？近寄るな。怪我してるの？かすり傷だ。血が出てる。少し休みましょう。ダメだ。でも行き倒れになれば捕まるわよ。なぜ逃げなかった？だって人質だから。変わったやつだ。何のためにあなたは逃げ延びようとしてるの？あの時も俺は山の中で隠れた。そしてあの女の子と出会ったんだ。その子も俺と同じで記憶をなくしていた。ただ一つ残っていたのは何者かに両親を殺され化け物にされてしまったおぞましい記憶だけだった。そしてその子の両親を殺したのはこの俺だったんだ。その女の子リコちゃんね。知っているのか？記憶を消した相手だから。俺はあの子から幸せを奪った。だから謝りたい。許されるとは思わない。ただもう一度だけ会ったあの子に。それがあなたのやるべきこと。
私があなたを莉子ちゃんに会わせる。約束する。だから一度戻って。なぜだ。なぜ俺を恐れない。俺が過去に何をしたかお前も知っているはずだ。多分ちょっと前までの私なら信じなかったと思う。でも今はあなたの言葉が嘘じゃないってわかるの。大丈夫だ。ナギ、その子を離しなさい。違うんです。私、そこをどけ。どうして。動くな。コモン、ソロギー、すまない。なぜだ。僕はお前が憎い。でもお前の命を奪っても莉子はもう帰ってこない。投降しなさい。拒否するなら私が撃つ。待ってください。この人、離して。もういい、もういい。本当に変わった奴らだ。三沢さん。ミゾロギ深夜、そいつの役目は終わった。これからは俺が奴に代わってこの世界を闇に塗り込める。ダークメフィスト、ネクス、ネクス、この子を守るのよ。行きなさい。はい。ああ、
貴様の命は時期に燃え尽きる。え、その光、俺が全て吸い取ってやる。今だ、俺に構わず撃て。離せ、離せ。何をしている。それが光を得た。お前の役目だ。俺はただの操り人形だった。あの三沢という男も同じだ。奴に心の闇を利用されただけだ。闇の力を持つ奴に。闇の力、アンノーンハンド。気をつけろ。奴はお前たちのすぐ近くにいる。なぜわざと撃たれようとしたの。あなたは昔私の目標だった。あなたの強さが私を支え、私はビーストと戦えた。でもあなたは闇の力に負けた。だから私はあなたを憎んだ。憎まなければビーストと戦えなかったから。なのに死んで罪を償うなんて、最後だけ人間らしい顔して、そんなの卑怯よ。凪、罪を償うなら生きて。もう一度人間として。もう一
度人間として。イースト新道、市街地の真ん中にティルト北米本部から査察官が入ります。地球の滅亡よ、ティルトの中にアンノンハンド。